Jesus Christ is biblical Cain, and its proof and evidence. Cain and Abel worked as food producers for their family. Cain was a cloth farmer, and Abel was a shepherd. Abel was a shepherd. When they sacrificed to God. He favored Abel's sacrifice over Cain's. Later, Cain killed Abel, committing the first murder. God expelled Cain but lightened his punishment after Cain complained that his original punishment was too difficult to bear. Cain was the first person born. And Abel was the first to die. Here in this video, I prove that Jesus Christ is Biblical Cain according to Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance with concrete evidence. Jesus Christ is Biblical Cain and Jesus Himself confessed it in two paintings. One is St. Anna with Holy Families, painted by Leonardo in 1508, and another one is The Battle of Cascina, sketched by Michelangelo. Jesus in the painting of St. Anna with Holy Families has got a dagger in his left hand and he is just killing a lamb or a sheep with it, which indicates that he is Cain who killed Abel. Also, in the sketch of the Battle of Cascina by Michelangelo, we can read numbers 2-7, which means Christ, biblical Cain. In English Gamatoria. It says Christ is biblical Cain. I shall explain this fact in this video. By the way, please notice that Saint Anne and Madonna in the painting of Saint Anna and her families are covered with horrible. ブラッド・ステインズカインとアベルはアダムとイブがエデンの園を追われた後に生まれた兄弟ですまたこの二人の弟にセトがいますカインは長寿て農耕を行いアベルは羊を放牧するようになりましたある日 二人はおのおのの収穫物をヤーウェに捧げます。カインは収穫物を、アベルは肥えた羊の発語、肥えた羊の発語を捧げましたが、ヤーウェはアベルの供え物に目を留め、カインの供え物は無視しました。嫉妬に駆られたカインは、その後、野原で、 アベルを誘い殺害しますこの動画の中では、キリストは聖書で言うカインであったという事実を証拠を添えて証明します。広し早ハママシティジャパン。まず皆さんに レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる聖ンと聖母シの絵を紹介します。が、この絵は一般に評論されているような美しい絵ではありません。身の毛もよだつような恐ろしい絵です。血しぶきが表現されています。これは絵の具の汚れではありません。そのの証拠にこの汚れが 輪郭のところで止まっています。下を注意深くご覧ください。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、血しぶきを表現しました。聖安と、それからマドンナの顔、そして衣服は、血しぶきで汚れています。注意深くご覧ください。これは、絵の具の汚れではありません。輪郭のところで、 その汚れが止まっています。もし、絵の具の汚れであるならば、輪郭のところで止まるはずがありません。つまり、これは隠し絵という手法で、レオナウドなる画家がですね、えー、血しぶきを描いたということになります。注意深くご覧ください。繰り返します。これは汚れではありません。血しぶきです。聖安の顔も、 マドンナの顔もそしして衣服も、も血血だだららけけでです。血しぶきだらけです。ぶきう一度、この絵を見てください。その証拠がここにあります。上の方かららーっと長い線が流れています。そして衣服には乾いた血が表現されています。衣服に一度ついた血はですね、乾くとタンパク質が硬化してこのような 黒い色になります。が、よく見ると、これは汚れではないということはですね、衣服のシワに沿って描かれているということです。もしも絵の具の汚れであるならば、このようなことはありません。そして、やはり輪郭のところで、その汚れが止まっています。右下の衣服のシワに注意してください。そこに汚れが描かれています。注意深くご覧ください。そして、よく見ると、血のような やや赤い色がその周囲に表現されています。輪郭のところで止まっています。つまりこれは一般に言われているような絵の具の汚れではなくて、意図的に、意図的にか書かれた血しぶきであるということになります。by 林宏士、説です。その証拠が先ほど言いました、この縦の線にあります。この縦の線に注意してください。 そしてその縦の線が下の方へダラっと流れていますね。もう一度この血吹きを見てください。これは絵の具の汚れではありません。ここが重要です。一般に言われているような美しい絵ではなくて、目の毛もよだつような恐ろしい絵だということです。そしてこの人物の向かって左側、右手に注意してください。その右手はイエスと思われる子供の皮膚の下に潜り込んでいます。 注意深くご覧ください。神秘の下に潜り込んでいます。右下にイエスのペニスが見えます。その皮膚がめくれて、この人の右手がその皮膚の下に潜り込んでいます。つまりこのような形で、レオナルド・なる画家は、この子供は人間ではないということを示すと同時に、この左の、まあ、手はですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。注意深くご覧ください。 皮身の毛もよだつような絵だということになりますね。実は同じような絵をダヴィンチ、レオナルド・ダヴィンチになる画家がですね、岩窟の聖母の中に描いています。このルーブル版に注意してください。このルーブル版の向かって左側、聖母の右手に注意してください。右手の人差し指に注意してください。聖母の右手の人差し指はイエスの 神秘の下に潜り込んでいます。同じように表現してあるということですね。えつまりこのような形でイエスは人間ではなかったということを示しています。まあ、それはともかくも、それは今日のポイントではありません。が、同じように表現されているということです。左の、まあ、人物の右手も同じように皮膚の下に潜り込んでいます。そしてその右手は、やはり血で汚れています。 輪郭で色が止ままっています、まあ。手にだらーっと血がついているということになります。まさに身の毛もよだつような恐ろしい絵だということになります。なぜこんな絵を1500年後のイエスが描いたかということですね。で、もう一つ証拠を見せておきましょう。この縦の線に注意してください。上の方から血が流れてきています。そして衣服のところで止まっています。もしも絵であるならば、 まあ、これが本当に汚れであるならば、こんなことありませんし、まあ、本当の血であるならばですね、こうして衣服のところで止まるということもありますが、これは皆さん、絵ですよ。つまり、だまし絵、隠し絵ということで、これが血であることを示しています。上から流れてきた血がですね、衣服のところで止まっています。本物の衣服であるならば、こういうことも起きますけれども、これは絵ですよ。絵の中の血が、 絵の中の衣服のところで止まっています。すなわち、これは意図的に書かれたライン、すなわち、地であることを示しています。繰り返しますが、なぜこんな絵を1500年後のイエスが描いたかですね。もう一度、この聖安と聖母子の絵を見てください。繰り返します。ここが一つのポイントです。身の毛もよたつような 恐ろしい絵であることを皆さん自身に確認してください。倍林博司発見です。血です。血しぶきです。こうして、レオナルド・ダ・ヴィンチは、なる画家はですね、1500年後のイエスは、マドンナと聖ンが血にまみれていることを示しています。その理由は、このイエスの向かって右側、左手にあります。 注意深くご覧ください。これも隠し絵、騙し絵です。イエスが左手に握っているのは羊の耳ではありません。小羊の耳ではありません。これは担当です。これは担当です。わかりますか注意深くご覧ください。イエスが握っているのは担当です。羊の耳ではありません。それはもう一方の 耳と比較してみるとわかります。イエスが握っているのは担当で、その担当を羊に突き刺しています。右下がもう一方の羊の耳です。羊の耳は白いですね。 そして比較してみてください。色が違いますね。そして指と指の間に担当が見えています。もし耳であるならばこの部分は白いはずです。そして付け根のところも白いはずです。これは担当です。イエスは担当を手で,に手で握って、そしてそれを羊の頭に、羊の頭に突き刺しています。つまり、イエスは羊を殺しています。小羊を殺しています。イエスは コシツジを殺しています。えつまり、このイエスはカインであることを示しています。カインであることをし示しています。象徴的にカインであることを示しているということですね。カインはアベルを殺します。で、証拠がまだあります。それをこの続く動画の中で説明します。なお、 大変残念なことに、大変愚かなことに、現在、この聖安と聖母子の絵は、ルーブル美術館によって、全く跡形もないほどまでに、修復という名目,目で結婚跡が消されています。そのことも注意して、もし皆さんが自分で検証なさるときには、古い方の、つまり修復前の聖安と 生物の絵を使って検証してみてください。Wikipedia writes about gamma turia as follows: Gamma turia originated as an actual Babylonian Greek system of alphanumeric code or cipher later adopted into Jewish culture that assigns numerical value to a word name phrase in the belief that words and phrases with identical numerical values bear some relation to each other or bear some relation to the number itself as it may apply to nature a person's age, the calendar year, or the like. I Hiroshima found secret numbers in the Battle of Kashina sketched by Michelangelo Brannuti, which I can read in Gematuria as this Christ is Biblical King, though I have no idea what it means At this moment yet。広林浜松 city japan。ゲマトリア。というのは。ヘブライ語および。ヘブライ文字の。数秘術であり。聖書の言葉に隠された意味を読み解く。神秘主義思想。カバラの。 一部をなすものです。ヘブライ文字は音だけではなく数字とも対応しているというわけです。例えば、七 7, 7はキリストを意味します。キリストをゲマトリアで表現しますと七 7, 7になるというわけです。次に、号令は聖書のという意味です。 ベブリカル、つまり聖書のという意味です。そして、例えば2、27は、カインという単語と一致します。カインです。で、これらを並べてみますと、キリスト、聖書のカインとなります。で、文章にしてみますと、キリストは聖書の カインであるとも読めるということになります。そして私、林博士は、ミケランジョロ・ブラノティの書いたカッシナの戦いの絵の中に隠し文字を見つけました。一文字とも言います。このカッシナの戦いに注意してください。左から7。 75-02-7と読めます。7750-27です。上にもボスニア語で文字が隠されていました。それはともかくも、ここに7750-27という数字が 隠されていいたととうことで,すで、その775027をゲマトリアって読んでみますと、キリスト聖書のカインとなります。で、文章にすると、キリストは聖書のカインであるとなりますが、もう一度ここを確認しておいてください。7 ですで、その文章の意味については今のところまだ分かりませんがともかくもこのような暗号が仕込まれていたということになりますここで「カイン」について簡単に説明しておきます。これはルーベンスが書いた アベルを殺すカインという題の絵です。今、カインがアベルを殺しています。カイン、アベルはアダムとイブの子供でした。がしかし、カインはアベルに嫉妬して、そしてアベルを殺してしまいます。 そしてカインは息子エノクを設けのどの地で作った町にもエノクという名前をつけたということですカッシナの戦いの上の段にも一文字が隠されています左上からアイ V.O.T. です。イボット、すなわち、ボスニア語で、life、生命、命、生きているという意味です。ボスニアというのは、アドリア海を挟んで、イタリアの反対側にある国です。その、ボスニア語で、ivot、つまり、イボットと書かれています。イボットというのは、 今言いましたように、Life、つまり生命命生きているという意味です。イボットです。ライフです。そして先ほどの775027の意味と重ね合わせてみます。キリストは聖書のカインであるイボット生きているという意味にも解釈できます。 で、結論ということになりますが、ゲマトリアというのは、簡単に言えば、暗号ということになります。数字で表した暗号ということになります。それによれば、77はキリスト。そして号令は聖書の。そして27はカインという意味になります。嫉妬に駆られて弟アベルを殺してしまった アダムとイブの息子のカインということになります。で、こうした暗号が何を意味するかはまだ分かっていませんが、これからも調べていきたいと思います。これがカシナの戦いです。この中に775027という数字が隠されていました。by 林博史です。 775027です。で、そのギャマトリアを解読すると、キリストは聖書のカインであるという意味にも取れるということです。これが何を意味するか、これからも考えていきたいと思います。なお、出典を明らかにしておきたいと思います。ギマトリア カルキュレーターです、まあ、このように文字を言葉を数字で表していたということになります。Christ, キリストは77です。Biblical, つまり聖書のは50です。そして、カイン、英語ではケインと言いますけども、カインは27です。そして、その数字が カッシナの戦いの中に隠し込まれていました続く動画をどうかご覧になってくださいゲマトリア・デオミで判断しますと林博は666のサタンということになりますで結論ということになります 聖と母子の絵です繰り返しますが現在この絵は修復という名目でこうした結婚の後は完璧に消されていますそれはともかくもこの絵は一般に言われているような美しい絵ではなくて繰り返しますが身の毛もよだつような恐ろしい絵だということですこの向かって左側聖庵ですけどもこれは 男性ですよ。そしてその男性の右手はイエスの、まあ、皮膚の下に潜り込んでいます。眼窟の聖母です。同じように指が、聖母の指先がイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。つまりイエスはこのようなタイプのヒューマノイドであったことを示しています。 少なくとも人間ではなかったということになります。注意深くご覧ください。by 林宏説です。まあ、このような形で、1500年後のイエスは自らの正体を明かしたということになります。そして、このイエスと思われる子供が左手に持っているのは、これは耳ではなくて担当です。 もう一度注意深くご覧になってください。えつまりこのような形で比喩的にもっと言えば象徴的にイエスはカインであったということを示しています。Christ, Biblical, カインと読めるあのミケランジョのある画家が書いたとされるカッシナの戦いの暗号と暗号はそういう意味です。もしこれが 羊の耳であるならば、白く描かれているはずです。もう一度、最後に確認してくださいえ。つまり、キリストは聖書で言うカインであったということですね。それを象徴的に表したのが、この恐ろしい絵ということになります。キリストは聖書で言ういう カインであったということです。カインは嫉妬に駆られてアベルを殺害します。そういう聖書に描かれているカインであるということになります。1500年後のイエスは自らこのような形で自らの正体を明かしたということになります。Bye for now. Madonna and Saint Anne who eat a child. Here in this video, you see Madonna and Saint Anne who eat a child. And the child has a knife in his left hand. Their faces and clothes are smeared with blood, but today's point is not this. The point is that Why Leonardo painted such a horrible painting of Saint Anne and Madonna with blood?Today's story is about this and you also see the conspiracy of gods which has been hidden secret in the history. 子供を食べる星暗とマドンナです。この動画の中で子供を食べる星暗と マドンナを皆さんにお見せいたします。これがその絵ですが、この絵の中のイエスと思われる子供は、その左手にナイフを持ち、手前の羊の頭に突き刺しています。ナイフです。注意深くご覧ください。一見すると羊の耳のようにも見えますが、白い耳の色ではありません。もう一方の 羊の耳の色と比べてみるとそれが分かります。また、聖ンとマドンナの顔や衣服には奇妙な汚れが飛び散っています。一見すると汚れですが、これは汚れではありません。血です。血しぶきです。聖ンとマドンナの顔には赤い血が、そして衣服には黒ずんだ血が正確につまり実際の 血の色と同じように正確に描かれています。その証拠にその汚れが顔の輪郭や衣服のシワの間で止まっています。汚れであればこのようなことはありえません。明らかに意図的に描かれています。それについては10分前後から説明しますが、問題はなぜダヴィンチがこのような絵を描いたかです。いやしくも性案ですよ。 マドンナですよ。それにイエスですよ。西安とマドンナの顔や衣服には血しぶきが飛び散っているのです。手前の女性の肩から胸にかけての奇妙なラインを見てください。一見すると汚れのようにも見えますが、その汚れが衣服の境目で止まっています。つまり隠し絵です。騙し絵です。 ダヴィンチは一見すれば汚れに見えるように見せかけて、実はこうして血を描いたのです。さらにイエスと思われる子供は手にナイフを握り、その目は不気味に黒く、どこにも子供らしさがありません。つまりこの絵の中に、この絵を描いた人物の思想が凝縮されているということになります。が、重要なのはこうした絵に驚くことではなく、その向こうに 凝縮されている思想に驚くことではないでしょうか。私はさらにその向こうに、つまり隠された神々の陰謀、つまり神々の壮絶な戦争を見ます。で、その西安と聖母子の絵について説明する前に、その凝縮された思想を理解するためにですね、神々の歴史についておさらいしておきます。広し早市、浜松市、ジャパン。 つまり、それだけ根が深いということになります。これが、ね、シュメールの神々の形図です。頂点にアヌオがいますで。その長男がエンキですけども、エンキはですね、アヌオの制裁の子ではないということで、弟のエンリルがですね、地球の支配権をアヌオから譲り受けます。そのエンキとエンリルを祖父に持って、イナンナ・イシュタールが生まれます。 まあ、まさにロイヤルファミリーの中における女神中の女神ということになるわけですね。その弟が撃つということになります。これはシュメールの神々のケ図です。重要な神々に赤枠をつけていました。そしてこれは右の右はですね、えー、バビロニアの、まあ、バウンダリストーンです。で、ここに神々の、まあ、構図が彫り込まれています。えー、ゼカレシチのですねあのタブレットの解読した説によればですね、あの人たちは、 紀元前1800年頃にですね、あの重心とともにビ部で帰っていきますで。残ったのがイナンナ・シュタールとエンキの息子のマルトゥクということになるわけですで。ここにいるのがエア・エンキですね。そしてその左がエンリルです。でここにシャーマー氏がいます。ウツですね。あのバビロニアではシャーマー氏と呼ばれるようになります。でイシュタールですね。これはあのイ,ナンナイナンナだったんですけども、バビロニアではイシュタールと名を変えます。 まあ呼ばれるようになるということですね。で、もう一度、ここが重要ですからおさらいしておきます。これがあのシメールの神々のケースです。中央上にですね、アルオがいます。で、右がバビロニアの神々の構図です。バビロニアスナまチ、まあ、メソポタミアですね。でイナンナは、シメールのイナンナは バビロニア、メソプタミーではイシタールと呼ばれます。それからヘブライ名マリアラテン名はマリアです。エジプトでもマリと呼ばれていました。で、エンリル、それからエアですね、エンキです。まあ、こういう関係にあるわけですけども、で紀元前500年頃にメトラキアンが起こって、そしてまあ流星を極め始めるわけですね。それに危機感を抱いたのが まあ頂点に立つイナンナイシュタールだったんですね。そこで弟のうつすなわちシャーマシュと組んでキリスト教を立ち上げます。でシャーマシュは,ギリシ,ャ名はです、ね、ギリシャ神話名はヘリオスです。太陽の神です。でこれがあのギリシャ神話の神々の系図です。上赤枠がチタン族、下がオリンピアンということになりますで。チタン族とオリンピアンは対立関係にあってやがて戦争をします。で ヘリオス、なあち、シャーマッシュはチタン族にいるわけですね。この上の赤枠の中の小さい枠ですけどもね、あのこれがヘリオス太陽の神です。なあち、シャーマッシュということになるわけです。で、このシャーマッーシ,、まあ、あシ,ーーシュはイエスという名前を語るわけですね。で、下あるいなんと組んで、キリスト教を立ち上げるということになります。で、まあ、このチタン族とオリンピアンが戦って、結果的にまあチタン族が敗れるわけです。で、オリンピアンがクい、まあ、 まあ支配するわけですね。その頂点に立つのがゼウスということになるわけです。ですと同時にヘリオス、すなわちシャーマシは太陽の神の座を奪われて、えー、ミトラに、まあ、移るわけです。ミトラ、すなわちアポロということになります。ギリシャ神話名はアポロということになります。バイ・ハヤシ・ヒロシです。まあ、左は、右上がですね、これがあのオリンピアンのケースです。頂点にゼウスがいます。この小さい青枠がこれゼウスです。 そして、ゼウスとザラスストラの関係ですけども、ゼウスの息子がアポロということになるわけですね。そして、ザラスストラの息子がミトラということになるわけです。で、ギリシャ神、ギリシャ彫刻というのはですね、まあ、それまでの神々の世界をですね、まあ、立体彫刻という形で表した、まあ、立体歴史書であると、林宜氏は考えています。まあ、その一つと言いますかね、あの、 の表れがここにあるわけです。なあち、ゼウスの息子のアポ,ロアポロと、それからザラストラの息子のミトラを比べてみて,ていただくとわかりますように、ギリシャ彫刻では顔が同じなんですね。なあち、ギリシャ彫刻はこのような形でですね、アポロイコールミトラなんだよ、ミトライコールアポロなんだよということを示しているわけです。まさに立体彫刻による立体歴史書ということになるわけです。まあ、比べていただくとわかりますように、まあ、頭の髪の毛を覗いてくださいね。 これは後で便宜上をつけたといいますかね、そういった貼り合わせあのデータを持ってきて貼り付けたということになるわけです。まあ、このように比べていただくと分かりますように、アポロとミトラは同じ顔をして、すなわち、アポロイコールミトラすなわち、アポロの血柄のゼウスとミトラの血柄のサラストラは同じ髪であることを、こうしてまあ私は導きました。 で、フリーメイソンとローマンカトリックの関係ですけども、まあ、頂点にいるのがアフラマザー、神の神の神ということになる,なるわけですけども、実際にアフラマザーであったかどうかは別ですね。その名を語って、王たちが地球に君臨したということも考えられるわけです。そのザラストロ、それからミトロと流れていくわけです。で、シャーマシュがヘリオスですね。ヘリオスがイエスと名を語って、そしてマリアマリアですねあの。まさにヘブライメ・マリアのイシタウリナンダと組んで、キリスト教を立ち上げます。が この両者は対立関係に入るわけですね。特に、えー、イスタール教がですね、ローマ国教となると同時に、えぇ、ー、ドラスター教、それからミトラ教は徹底的に弾圧されます。そしてイスタールはですね、ローマ時代にイースターと名を変えて、現在の今でもカトリックではイースターを最大の祭りとしています。もともとキリスト教というのはイースター教の、あーイースター、イースタール教の色彩が濃かったと思,思われます。まあ、こういう関係なんですね。ですから、まあ、キリストというのはまあ脇役だったってこと、あくまでも脇役だったって、 ことなんですねここに最初の、まあ、亀裂が走ったんではないかと私は考えています。そしてその流れがですね、えー、1500年後のイエスとなって、えー、ルネサンスの時代へとつながっていったということです。まあ、ですからこれが、まあ、ダヴィンチの描いた絵ですけども、これはダヴィンチが描いた、まあ、1500年後のイエスということになります。で 理由ははっきりしませんけども、これからその謎を解いていきますけども、この1500年後のイエスと、それからローマンカトリックを支配していた、まあ、イシュタール・イナンナ・マリアとの関係が大変、まあ、危うくなってきて、ここで、まあ、小卒関係に、対立関係に入るわけですね。で、そこで、えー、1500年後のイエスが、あまあ、なんて言いますか、アンチ、まあ、カトリックといいますかね、アンチクライストとして、まあ、あの、 その時に使ったのはルカシニュレディであり、レオナルド・ダヴィンチであり、そしてミケランジェロということになるわけです。同じルカシニュレディもダヴィンチもミケランジェロもその1500年後のイエスにの、まあ、手したということになるわけです。もっと言いますと、まあ、ロボットということになるわけですね。 実際に作品を作ったり書いたりした,た,りた,りしたのはその1500年後のイエスであって、そして、まあ、シノレイティスからダビンチスからミケランジェロはその下でですね、人間との接点で動いた人間ということになるわけです。 ですから実際には、まあ、ある程度の,、ね、あの素養はあったのかもしれませんけれども、実際に、えー、シノレディ、ダヴィンチ、ミケランジョの残した作品というのは、その上の1500年後のイエスが作ったり書いたりしていたものと、私、林エルジュは反対しています。その一つが、現れがですね、こうして、まあ、ダヴィン,、まあ、ンチとンチますか、これはダヴィンチの書いた絵ということになっていますけれども、1500年後のイエスがですね、この聖庵と聖母子の絵を描いて、ですね、そして真っ向からいなみなみしたある。 いわゆるマリアのローマンカトリックに対立していたったということになります。で、その一つの、まあ、現れがですね、この枝ということです。そういう視点でこの絵を眺めますとなぜダヴィンチがですね、まあ、ダヴィンチですじゃないんですけども、ダヴィンチがこのような絵を残したかということが皆さんにも理解していただけると思います。つまり、根が深いということですね。えー、続いて、えー動画、動画をご覧になってください。bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a horrible painting of Madonna and Saint Anne who eat a child, a painting painted by Leonardo. I just show you here in this video only fact, believe it or not. Only fact. Then I say that It is up to you how you judge these facts and draw your own conclusion. Here are facts that I can show you for today's story. <S 子供を食べるマドンナとセイアン今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して Bloody Saint Anne with Madonna。血にまみれたセイアン あるるいは、ママドドドンナ・ル・リオ幼児を食べダ・チです私はこの動画の中で事実のみを皆さんにお伝えします。信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上でどう判断なさるかはあなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。 マドンナとセアンは子供を食べていました。で、その動画はこの動画の後に繋げておきますが、さらに奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住のセリキ村さんがルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。 2448×3264 ピクセル。つまり、超超高解像度の写真です。その写真は、私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかは、これから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか、偽物かということになります。が、 こんなことはあり得るでしょうかセリキ村さんが届けてくださった絵の中のセイアンとマドンナは美しすぎます。肌には結婚の結婚の跡がありません。これはどういうことでしょうかつまり私はコピーあるいは別の絵でも良いのですが何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞということで展示用には 別の絵を飾っているとです私がこの続く動画の中でお見せするダベンチの絵はあまりにも空恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するものです。だからルーブルでも展示用には別の絵つまりコピーを展示している。あるいは ダビンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられますが私は今までそうした話を聞いたことがありません、えっともありまずセリ木村さんから送っていただきました絵を、えっとですね私が持っている資料と比較してみますもちろん私の資料の方がその2倍ほど精細なものですなおこの中でお見せする事実は全て林宏が発見したことです では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですかでは、画面を見ながら説明します。これが私が、まあ、現在持っている資料です。極めて解像度の高い、まあ、写真ですね。で、一昨とセリー・木村さんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って、送ってくださいました。 えー、2448×3264 ですから、同じようにまあ解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね。聖ンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。で、この聖ンの肌にはですね、結婚の跡が全くないんですね。まあ、少し、あの、かすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうか ということなんですね。で、比較してみます。これが現在、ルーブルまあ、美術館にある絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている、まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは結婚の後です。血の後なんですね。ところが、左の セリキ木村さんが送ってくださった現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うと言いますかね。そういうところなんですよ。で、まあこれはあのカメラの特性によるものかなという部分もありますので何とも言えませんけども、この部分ですね。 あとでもう一回照合しますけども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね。絵の写真です。で、みんな私が持っている手持ちの写真ですけども、まあ、これもその、なんて言いますか、あの、メイド差の違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。 そして、一つ、まあ、これは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリー・キルマルさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている資料なんですけども、黒目かなと思うことで、まあ、前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう、瞳があっていますか、おかしいですね。大きいです。それで、セリー・キルマルさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね。これね、よく見ますとね。 まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。で、ラファエロがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ということになっていますけども、まあ、不気味になっています。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエルも描いてるわけですね。で、ダヴィンチも同じように描いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目はおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一人 比較してみますと、まあ、これがですね、セリキ村さんが送ってくださった写真です。で、これが、まあ、その、セアンの首の部分ですよ。注意深くご覧くださいね。ここからが本題ということになりますので、そしてみんな私が持っている資料の写真です。そして比較してみてください。これが、あの、なんて言いますか、これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかということではないんですよ。 同じように解像度は高いんですけども、やはりその、こうしたその部分が映っていないんですね。まあこれ、後で証明しますけど、結婚です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一この、ブラディセント・エンですね、を見ていただきたいんですけども、 まあ、こうした検証の場合はですね、細かいところを見ていくんですけどもね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんです。で、これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダヴィンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね、色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますと、ここに左の方には影がありますけども、右の方にはないですね。ですから全体に露出が何て言いますか、落としてあるのかなっていう感じもしますけども、 明るくしてみますと、やはりこう違いがわかりますね。そしてこれはあの両方同じように色温度を上げてみたんですけども、色の風合いが全く違うってことですね。ということはコピーか、あるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎が謎を呼びますね。ということで、続く恐ろしい動画をご覧ください。覚悟はよろしいですかそれでは、b y for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well-known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in The Virgin of the Rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between a view and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc., etc., I Hiroshi Hayashi have got a quite different idea, and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo the painted so-called Bloody Mary in the painting of the Virgin and Child with Saint Anne. You also know the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダメンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか本当に全てでしょうかこの絵の中には身の毛もよだすダヴィンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。 血液のシミです血というのは出血した直後は赤いですが衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。でその後血液の中のタンパク質が硬化して洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液の染みと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で 騙し絵という手法で血とそして衣服についた血の染みを表現しました。そうであるかないかは皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダビンチはこんな絵を描いたのか、こんな染みを書き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとかありえないとか言って吐き捨てる前に、そこにある事実を知っていただきたいのです。 私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上でなぜ、どうしてと自分に問いかけてほしい、見てほしいのです。つまりダヴィンチはこういう形で500年という歳月を経て私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。 と、つまりは、表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間はダ、ダヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。 では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、まあ、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、まあ、こちらの方が、まあ、聖アンということになるわけですけども、この顔に、 ま、出ているこのシミですね。これは汚れなのか。いわやるま、絵画のね、そのものの汚れなのか。それともダ、ダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね。この汚れが。 ということは、まあ、後でね、例えば何かの、まあ、標芯ですね、インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、あるいはまあ、カビが生えたとかそういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に書かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れが、まあ、描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れはダ、ダヴィンチによって意図的に書かれた汚れだということになります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血 ということに判断できましたけれども、この衣服についた汚れは何であるかですけれども、これも血の汚れというふうに判断しました。それはあの冒頭にあげました、写真をと見比べていただければ分かると思います。なぜち、これは血がですね、まあ、いわゆる染みとなって残った跡だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ性 まあ、いわゆるね、聖、まあ、アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で、なぜダヴィンチは聖アンナの顔にですね、いっぱい、まあ血をかき、そして衣服には血の染みをかいたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、えー、衣服に残った血の染みということになります。で、これと同じ染みがですね、聖アンナの衣服の中にも書かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその感じも風合いもですね、全く同じように、まあ、書かれているということなんです。まあ、ダヴィンチはこのように 正確に描いたというよりもやはりりこここうこういいいっったたととととろでもも写真技術を使っていたということになります、まあ、ともかくも、もなぜこんな絵を描いたかというその理由はですねこのビデオの中で説明いたします。で続くビデオをどうかご覧いただきたいんですけども、まあ、ダヴィンチャーはこういう形でですね、まあ、隠し絵あるいは騙し絵という手法でです、ね、500年という歳月を経て、強烈な、そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。 それをまた理解するのが真にダヴィンチを理解したということになるのではないでしょうか、まあ、まさに真に学び、まあ、ますよ、これた。マドンナということになります。バイフォーナウ。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible, and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all, common sense, which is a collection of prejudices with lies plastered upon lies, taking a long, long time. Why not do you doubt your common sense here in this video with me? Here is One example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか今日もダベンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが眼窟の聖母ですね。ルーブル版ですえ。今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。 何か反転のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうかそれとも反転なのでしょうかここの部分ですね。この部分を拡大してみます。中深くご覧ください。反転のようなものが描かれているのがわかります。が、皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。が、そう思うのはちょっと待ってください。 実はダヴィンチは同じ斑点を別の絵の中で表現しています。これはアンと、まあ、聖アンとマドンナですね。この聖アンの皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように斑点が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、輪郭線のところでその斑点が止まっています。つまり、意図的に描かれた斑点だということになります。 この反転は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうか注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。つまり、blood、血ということになるわけですね。 で、その反転をさらに精査しています。これは汚れなのか注意深くご覧ください。それとも反転なのかそこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも反転が表現されているのがわかります。そしてその反転は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に書かれた反転、反転であるということになりますね。 ということは、これは反転ではなくて、blood, つまり、血というふうに私は判断しました。まあ、詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも、血ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのか、ということになりますね。謎が謎を呼びます。続くビデオをどうかご覧になってください。これらが血であることが、 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is. 100% up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are fact that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですかまた、こうした事実をどう判断なさるかは100%あなた自身の問題です。 私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダヴィンチがこの絵を描いて、すでに500年以上も経っています。題して、血で塗られたマドンナと聖ンです。今その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。 中部かご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものではないかという今、疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、 マドンナと、そして聖案を書いた、ということになるわけですね。しかし、そんなことはするだろうか皮膚病なのかあるいはな、皮膚病だとするならば、この、まあ、この模様シ、シミのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそのことを書いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうかで、ここの部分を見ますと、同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それが、まあ、汚れが止まってるわけですね。そして、 同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まっているんですね。そしてよく見てください。衣服の、いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に書かれた、まあ、汚れであるということになるわけです。となるとこの汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。 なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて、意図的に書かれた、まあ、いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病、もしくは汚れに見せかけた何か、 であるということになるわけです、まあ、こうしてみますとこの、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね意図的に書かれたものである。そしてその汚れは、ですねそのまあ皮膚のところで止まっていると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいは、まあ、500年の間に誰かがですね何かをこうインクの色も投げつけて書いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると、何かということなんです。 いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジロもシステムの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に書かれたひび割れなんかもその手法の人だと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。 隠し絵いてことになるわけですで。そのヒントがですね、実はここにありました。えー、中深くご覧ください。この手、ここを見てください。この手のとこ,と,ところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と同時に周りにはそれをか、まあ、隠すかのように汚れのようなものが表現しているわけです。でこの、この大きな汚れはですね、いわゆる 体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは書かれたものである。特に大きな汚れがこの性案の右手の、まあ、手の上にダラーとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に書かれた、いいですか衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、 別に描かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に描かれた衣服の上で止まるんですかありえないでしょあの、現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここに、ま、止まっていると。となると、この赤い線も、意図的に書かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かが、あまあ、インクかなんか何がか,か,かけて、つけた、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか繰り返しますよ。横の線は、これは、絵に描かれた衣服のラインですよ。 そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますと、この上から流れてきたのは、これは何かということなんです。そうです。こういうふうに流れて、ここで止まるのは血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖暗のほっぺたに描かれている、まあ、描かれていることいっ染み、そしてこの、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるというふうに考えられるわけです。 そして色も合いますね。ただ衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ,に見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのはマリ、マリアもそれからマドンナもですね、それからセワンも同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはありえません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。 で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。一見、羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠し絵なんです。しかし、これは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この ま、ちょ、ちょうどですね、手に握ってるものは羊ではなくて色がですね、羊の耳の色とは違います。騙し絵なんですね。実は、ここにイエスさんを持ってるのは耳ではなくて、耳ではなくて、なんだと思いますかナイフなんです。イエスは左手にナイフを持って、それを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べてみますから、比べてあの、皆さん自身で確認してください。 耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、イエーダヴィンチはですね、レオナウドは白い耳を描いたはずです。わかりますか白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺している。という、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠にこのイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。 そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そして、その血がですね、まあ、象徴的に飛び散ってる。そして、それを隠すために、病気のよう、あるいは、汚れのように見せかけているということですね。もう一つこの絵を、しっかりとご覧ください。一見、汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。 そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのダラーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、えー、まあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ、汚れだと思い込んでいたわけです。で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね。 汚れが顔の、あの、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように描かれてますから、これは汚れではありません。と同時に、マリアにも、それから、聖ンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。 なぜこの絵の中に血が飛び散ってるか。その理由は続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! hiroshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world today's story is about blindness in our mind which is more horrible than a painting painted by leonardo. most of us wish to be blind rather than to see things as they are in order to keep our mind stable but some proverbs say as follows when the blind lead the blind. どう shall fall into the ditch?Blind belief is dangerous. Or men are blind in their own c a u s なぜ人はそこにある事実を見ようとしないのかあえて心の盲目者であることを望むのかで、これから皆さんにダヴィンチが描いた恐ろしい絵をお見せしますが、しかし本当に恐ろしいのは私たち自身の盲目性かもしれませんね。 今日のテーマはその盲目線についてですが、まず最初にダヴィンチがアンチキリストであったことを証明します。アンチクラシストと言います。ダヴィンチが描いたアンギャリの戦いという絵がその証拠です。この絵の中には10個前後の隠し絵が仕込まれています。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、そのアンギャリの戦いの中ではイエスが馬に踏みつけられ、 頭から血を流しています。ダヴィンチ自身がイエスを殺しているのです。イエスの手には聖魂が残っています。経験なカトリック信者ならこんな絵は描きませんね。まずそのことをしっかりと頭に入れておいてください。つまりそういう前提でダヴィンチの絵を眺めてみる必要があるということです。もっとわかりやすく言えば一連のダヴィンチの絵に騙されてはいけないということです。 ダヴィンチは一連の絵を通して自分はアンチクライストであることを強烈に表現しています。これからお見せするマドンナと聖アンの絵についてもそうです。岩窟の聖母、洗礼のイエスとともにこの絵も謎だらけです。今日はこの絵の謎に迫ると同時にこの絵もまた恐ろしい絵であることを説明します。題名は、 マドンナと聖アンということになっていますが、ここにいる二人は二人で一人、つまり男性であることを示しています。1たす1イコール1のダヴィンチの独特の手法です。そのビデオもこの後につなげておきますから、必要な方はご覧になってください。ともあれ、この絵もまた謎だらけです。で、今皆さんにご覧いただいているのがそのアンギャリの戦いの絵ですけども、 この男の頭には、まあ血でですね、隠し絵という形で、まあ降臨が描かれています。そしてその、まあ左手には聖魂があります。赤い丸で今示しました。まあつまりこういう形でダヴィンチはこれがイエスであることを示しました。そしてこの、そのイエスは馬に踏みつけられて殺されています。敬験なカトリックの信者ならこんな絵は描きませんね。で、いわゆるまあ、アンチクライストの絵。 これが今日説明したいと思います。マドンナと聖アンです。まあ、右にいる子供はですね、これは子供ということにしておきます。で、今日はこの子供に注目してください。で、この腹を見ていただきたんですけど、やはり同じようになっていますか。腰巻きのようなものを巻いていますね。これはまあ皮膚ということになります。そしてこの皮膚がですね、足の方にもぼやーっと巻いているのがわかります。その皮膚の間に聖、えー、アンがですね、手を突っ込んでいるのわかりますかいわゆるその いわゆる神秘の下にですね、手を潜り込ませているわけですね。で、これと同じ手法で書かれたのが、眼窟の聖母です。ルーブル版です、えー。ロンドン版の方では修正されています。まあ、これが今、まあ一応、眼窟の聖母の中ではイエスということになってますけども、マドンナの右手がですね、えーまあ、この子供の神秘の下に潜り込んでいるところに注意してください。人差し指が まあ、この透明の神秘の下に盛り込んでますね。まあ、こういう形でダヴィンチはこの子供が人間ではない、すなわち、まあ、レプタリアンであることを示しています。で、今度はもう一度この子供を見ていただきたんですけど今度は目に注目してください。この子供の目を注意深くご覧になってください。様子がどうもおかしいですね。まあ、瞳が、瞳だけで白目がありませんね。 も,まあ、も,もう少し分かりやすく言えば真っ黒だということです。で、これと同じ目をですね、実はあラファエロが描いています。向かって左の目も何かお,おかしいですね。まあそのラファエロにはこの後に紹介しますが、まずその前に洗礼のイエスの洗礼と言われてますけど、この絵を見てください。この左の子供の顔の目と同じ目が、この イエスの洗礼の中に書かれています。ここに二人の子供いますね。これは一応ベロッキオとダビンチの共同作ということになってますけども、この子供はダビンチが書いたと言われています。この目を見てください。そして向かって右の子供の右目ですね。それと先ほどお見せしました、マドンナとセアンの中に書かれている子供の目と比較してみてください。同じだということも。 を皆さんお気づきになると思います。なあち、左の、まあ、いわゆるですね、西安愛、マドンナと聖安の中の子供も、やはり虐待を受けている。 ということになるわけですね。目にはクマができてますし、そして目が不自然に開いています。そしてこの子供の向かって左の目がですね、何かしら崩れているようにも見えますね。まあこれは、あの、そのことははっきりしませんけどもは、まあそう、何かしらこう、普通でないような感じがします。ともかく、向かって右の目はですね、えー、このイエスの洗礼の中に書かれている子供と同じ目であるということですね。えー、丸く開いて、そしてまあ虐待を受けている。まあ普通ならばこういう目を見たら皆さんは虐待を受けているというふうに判断しますね。 にあのイエスののの子供くく見てください。そして、皆さん自身で、この二人の子供の目を比較してみてください。ダヴィンチはこのような形で、これら二人の子供は虐待を受けているということを表現したということになりますね。なぜダヴィンチはこの絵を描いたかですけども、もう一つその、 先ほどの子供に戻っていますけども、アドンダとセイアンの、まあ、絵ですね。そしてこの黒い目をもう一度調べておきます。で、この黒い目をですね、実はラファエルも描いています。ラファエルはですね、フィレンツを出た時に最初にダメージの門下に下るんですけども、その後、鉄別したと私は考えています。これがラフ,ラファエルの描いた、まあ、ジプシーの少女たちの踊りですね。そしてこの目を見てください。真っ黒ですね。 まあ、あの、三人、こういう子供が描かれてるんですけどもね、三人とも目が真っ黒です。まあ、他の子供や人はですね、こんな目にはなっていません。これがま、黒い目であると。同じような手法でダヴィンチも、まあ、左のですね、子供の絵を真っ黒にしたっていうふうに考えられるわけです。まあ、瞳がね、見えない分だけ不気味な印象を与えますよね。で、なぜ、こんな子供をダヴィンチが描いたかですよね。 ここで少し話がそれますけども、モナリザと、そして、マドンナと聖アンに出てくる聖アンは、同一人物であるということを、これから簡単に説明しておきます。これも、ある意味で大変重要な事実ですから、ぜひ皆さんにしておいていただきたいと思います。で左がモナリザで、右が聖アンということになってますけども、軽くしてみますと、髪の毛の編み方。 同じですね。そして、晴れぼったい目。それから、ちょっと独特な、上ま,まぶたですね。そして、薄い、まあ、いわゆる、眉毛と、まあ、色のない。 眉毛ですね。そして、やや腫れ上がった方。そして、やや唇がですね、上向きに上がっている、まあ、笑い顔であるといって、それから髪の毛の、まあ、その縮り毛の様子も全く同じであるということです。まあ、こうして、順に一つずつ精査していきますと、違いを発見することはできません。すなわち、この両者は同じ人物だということです。そして、右の性案は、 男性です。ですから、左のモナイザーも男性ということになります。まあ、その、詳しい内容はつ、次の次のビデオの中に、あーで説明しますので、えー、興味のある方はまたご覧になってください。まあ、こうして髪の毛を精査し、まあ、このね、ややこう縮れ毛。まあ、髪の毛のコンセプトは同じですよね。もちろん色も同じですけどもね。そして唇がやや上がっているところ。 それから、青がややこう尖っているところも、まあ、このモナイザーとセアンのまあ共通した特徴ということになります。すなわち、まあ、これは両者は同じ人物であるということですね、まあセ。アンが男性ですから、まあ、その説明は後でしますけども、モナイザーも男,男性ということになるわけです。まあ、これもね、あの、ダメージの謎の一つということになります。で、私にはこんな声が聞こえてくるんですね。あなた、これからこの子をいただきましょうか。 美味しそうねほほほほほほほでイエスの宣はやし、を <I 'll S 2> もう一度してみたいと思います very very これがイエスの宣伝ですけども <Yes. S 2> この絵も同じよ同じく <Yes. S 2> 恐ろしい絵だということですまあ私たちはねあのまあ それに気づかないと言いますか。あえて、盲目であることを望んでいるのかもしれませんけどもね。まあ、あえてこんな恐ろしいことを知る必要もないという、まあ、考え方もできるわけです。まあ、ここに木の葉っぱがありますけども、見慣れない木ですね。見方によっては、トカゲにも、のようにも見えるということです。そして、先ほど言いました、この二人の子供の顔を見てください。腫れ上がってますね。そして、頬も傷ついています。そして、目もね、腫れ上がっています。で、この子、左の子供にはですね、足や、足と手が、 書かれていません。ちょうどうまに隠されているということになるわけですけども、どうしてないんでしょうかということになるわけですね。そしてここに書いてあるのはコブラですね。鱗もきちんと表現してあります。 まあこういう形で、隠しという形でダ、ダヴィンチはここに書いたのは、コブラだということを表現したわけです。眼窟の聖母のルーブル版の周りへ、マドンナも同じような手法で、胸に蛇を抱いています。そして、この指がですね、どうも6本に見えるんじゃないかなと思いますけど、これはまあはっきりしませんので、ペンディングということにしていきます。まあ、ここに見えているのが、私は手だと思います。 考えようによっては先ほどのね、子供の手ということにも考えられるわけです。そしてここには、まあ、皮膚のないヨハネの手が描かれています。まあ、皮がペロッとめくれているわけですね。そして指は、特に人差し指は異様に長いですね。そして空を飛ぶこの鳥はですね、羽を取ってみますと UFO の形になるわけです。明度を上げますとこの部分だけ緑色になるんですよ。まあ、色温度が違うということですね。そしてこの まあ、スカートのようなもんですけども、これはダ、ダヴィンチ自身が書いた、まあ、夫人と男というテーマで書いてありますけど、メインのこの人は、超頭人間ですね。いわゆる、まあ,あ、頭の長いコンヘッドマンです。そして、この腕がですね、逆さまについてるんですね。これはですね、私はその、最初は絵を作るときのミスじゃないかと思います。まあ、こうして手をくっつけていったんですけどもね、ここだけ逆につけてしまったんですね。そして、先ほどちょっと言いましたね、ここに足らしきものが見えますね。まあ、はっきりわかりませんけども、まあ、 各種手法ですね。これもね。ル うとということになるわけですそして、この手もですね、レーダーとスワンのね、あの、スワンの、すなわち恐竜ですね、あるいはあの、白鳥ってことになってますけど、の首と大変よく似てる。そして、極めつけはこの穴開きドルメンです。交換されただけでも3000個以上。そして、インドでも見つかっています。ヨーロッパ全土でも見つかっています。要するに、子供を閉じ込め、職業としてのね、子供を閉じ込,閉じ込めておくための檻だって、あと私は考えています。そして、この丸い穴をね、蓋する蓋も見つかっているんですよ。 そしてこれらの話を総合しますと、そこに浮かび上がってくるのは恐ろしい話だということですね。まあこの二人の子供はまさにその犠牲者、もっと言えば餌ということになるわけです。そうしたよう、ダヴィンチはこの絵の中で表現したということになるわけですよ。 で、これがまあイエスことになってますけど、このイエスの首もまたおかしいんですよね。この正中線、ブルーの線が正中線ですけども、黄色い線を見ますと、異様ななで方ですね。これはあの、モナリザもそうですし、ラファエルの方が申し上したモナリザもそのようになっています。まあ人間出しからぬ、まあ奇妙ななで方をしているということです。で、これがダヴィンチの素顔です。 このダヴィンチの絵を、顔を元にして、3D のモデリングの原画ができ、そしてそれを、まあ、いろいろ変化させて、私たちが知っている、ダヴィンチの現在知っている、ポートレートができたということですよね。そして、この、行使する目に注意してください。じーっと睨んでますね。これはフクロウの目だというわけですね。で、フクロウというのは行使する目であり、ストリックスといって、魔女だった。まあ、ローマではマリアと言ってたんですけどもね。行使する目を持つ目の女神。すなわち、まあ、 そしてこの甲にはフクロウの置物が置いてあります。そしてその下にはですね、三本指の右下のね、足のところに三本指のマリアの足がちょろんと見えてますね。まあこういう形でダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。そしてこの二人の人物を足してですね、1たす1は1の、まあ、魔女であることをダヴィンチは示しました。1たす1は1の原則ですね。 まあ、この絵は大変恐ろしい絵だということです。まあ、これが左がですね、3D モデルに作られた Man ということになってますよね。で、これがまあ、元になって、私たち知っているダヴィンチの自画像ができたという、捏造されたということですね。で、まあ、話を戻していきたいと思いますけども、もう一つまあ、ちょっと、ついでにちょっと事実を、あの、話しておきたいと思うんですけども、このヨハネのね、 あの、服を見ていただきたんですけども、これはあの、明るくしてみますと、うろこが浮かべがあってくるんですね。私これ明るくするまで気がつきませんでした。そしてこの目もですね、まあ、先ほど言いましたように、もう一個確認しておいてください。これは普通の目ではありませんね。明らかに虐待された子供の目です。なぜ、虐待された子供の顔がこんなところに書いてあるでしょうか。ね、イエスの洗礼であるにもかかわらず、方みもなければ、なんて言いますか、喜びもない。 悲しい顔をしているのがわかりますね。もっと言えば、暗い表情をしているわけです。そして、左の子供の手足はありませんけども、こんなところに隠してという手法でですね、手足、そして、まあ、なんとなく、なんとなく顔らしきものも描かれているということです。まあ、見れば見るほど謎めいた不思議な絵ですよね。そして、そこから浮かんでくる絵は恐ろしい絵だということです。で、結論ということになりますけども、このマドンナと聖アンの絵も同じです。この子供を見てください。全然楽しそうじゃありませんね。 そしてその目は不気味に黒い。そしてその目と、そしてイエスの洗礼の中に描かれているこの子供の目とは一致するということです。ダヴィンチはこうした絵をですね、意図的に描いたとしかまあ思えませんね。もう一つの目を見てください。 左の、また向かって左の絵の目はですね、崩れていると言いますか、形がは,はっきりしませんが、しかし、右の目ははっきりしてますね。そして比較してみますと、これは両者の目は同じであること,もことを皆さんはお気づきになると思います。なあち、イエスの洗練の絵が恐ろしい絵であるとどう、ということは同時に、このマドンナと聖安の絵も恐ろしい絵だということになります。ここが今日のポイントであり、結論ということになります。どうかご自身で判断してください。 もう一、最後の繰り返しになりますけども、左がマドンナと聖ンそして右がイエスの洗礼です。そしてそこに描かれる子供の目は同じ目をしている。すなわち、虐待され痛みつけられた子供の目ということになります。そしてこれら両者から浮かび上がってくる、まあ、話、ストーリーはですね、恐ろしい話だということになるわけです。いかがですか まあ、あくまでもダヴィンチ説ってことになるわけですけどもね。そして、この二人が言っています。ヒヒヒヒ、美味しそうな子供ね。私いただきましょうかしら。ほほほほ。という、まあ、恐ろしい話でした。続くビデオをどうかご覧になってください。バイ、フォーナウ。ハロー。 This is Satoshi Morimoto and Hiroshi Hayashi in Japan, a secret of Leonardo da Vinci and the answer to the mystery of the Battle of Angari. Leonardo da Vinci painted very strange paintings and pictures in his life. This is one of them, named the Battle of Angari. This is it, the Battle of Angari. But no one knows why Leonardo da Vinci painted such a strange picture or what for Leonardo da Vinci painted such a strange picture. But Satoshi Morimoto san gave me the answer, and it's my pleasure to show you the answer in this footage blood or hollow. Morimoto san pointed out first that this man. It's very strange, and he's got a blood around his head, and he said This is not blood, but this is hollow now, upside down, you see a man, and you see a circle around his head blood no So morimo San says. That this is heller instead of blood. It's quite reasonable because this is a sort of secret picture hidden behind the painting. Then who is this man? Because he's got a holler around his head. Is he Jesus Christ? Yes, he is. Of course, this man is Jesus Christ. Leonardo da Vinci painted in the Battle of angari examination okay have a look at this his left hand he's got a scar in his hand what is this okay you see a scar or you know that this is a stigma holy scar of gods or Jesus Christ after he was crucified here you can see a stigma or a scar this indicates that this man is Jesus Christ a stigma in his left hand now you know who this man is Jesus Christ being killed under the horse so here is a conclusion this is the main theme of this painting. Uh, uh, Jesus Christ under the horse being killed by soldiers and Sigma is here in his left hand See a stigma. This indicates that this man is Jesus Christ, and this is what Da Vinci really wanted to tell us this is not a picture or a painting of the Battle of an uh, who says this is the Battle of Angari? That is a very very stupid answer to this painting and very insulting, insulting to the uh, to Mr Leonardo da Vinci Jesus Christ So ask yourself then you will know the answer of this painting Thank you very much Mr Satoshi Morimoto san and uh, I now I know the answer to this painting very important pain, uh, answer Please watch the following video for further details of this painting and you will know the secret of Leonardo da Vinci Thank you and bye for now. Hello, this is Masamitsu Okubo、ok、and Hiroshihayashi, Japan.Mystery of the Battle of ari, a Gary, a Reptarian, sketched by Leonardo da v i n c i の戦いの謎、ダ・ヴィンチの書いたレプタリアンの顔という話です。Okubo さんという方がですね、大変興味深い事実を 教えてくださいました。このバトル・バン・ギャ f の左の下にですね、レプタリアンの顔があり、そしてこちらをじっと見ているというのですね。そしてダヴィンチが表現したかったのは、むしろこちらのレプタリアンの顔の,顔の方ではなかったかというのです。なるほど。ということになるわけですね。まあ、あの、このザバトル a t t l e の中には、たくさんの隠し絵、騙し絵が仕込まれています。まあ、その中の一つがその、このレプタリアンの顔ということになるんですね。 そして右側ですね、私が法隆寺で、まあ、見つけました、あ法隆寺の、まあ、レプタリアン像ですね。で、これは同じというか似たような像が3体見つかっています。その中の一つがこの像なんですね。で、これは、まあ、サムライ。 ということになってますけども、これは明らかに、まあ今でいう、レプタリアンということになります。この法隆寺の顔と、そして左の、えー、ザバロランギャリの中の顔が似ているってわけですね。で、一見するとこれ人間に見えるんですけども、人間が,かがんでいるように見えますけども、ここの部分を切り出して、こうした頭をこうして見ると、ここにいるのは、まさにレプタリアンということになるんですね、皆さん。 楽しいですね。そして、この絵が、法隆寺のレプタリアン像とそっくりだというわけです。これも騙しの一つと私は考えていいと思いましたので、皆さんにこうして紹介することにしました。大久保正道さん、どうもありがとうございました。えー、まあ、こうしてね、どん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 、皆さんの協力で謎が解けていくことを私は大変嬉しく思っています。Thank you very much for watching and please watch the following video. Thank you. Bye. Hello, this is Hiroshayashi, Hammam City, Japan, a mystery of the battle of Angari. Monsters in the battle sketched by, most possibly, Leonardo da Vinci. a n g a の戦いの謎。えー、ダヴィンチの書いた怪獣たちという話です。今日はあまり難しいことを考えないで、まあ、 子供の心に帰って、この動画をお楽しみください。これが、まあ、アンギャルの戦いの絵ですね。一体これは何かということになるわけですけども、それについては、まあ、多くの先生たちがですね、こうした説明を加えています。で、まあ、5人の名前が書いてありますけども、こんな名前なんかどうでもいいですよね。観光地の録音案内みたいなもんです。で、まあ、この、 アンゲルの戦いというのは古代の歴史家がまあ記した戦いだそうですけども、それに基づいてダヴィンチが絵を描いたというわけですけども、本当にそうでしょうかっていうんですけどもね、私にはそうは見えないんですよ。まあ私の頭がおかしいのか、心が歪んでるのか、それはわかりませんけども、ここを見てください。ねえ、わかりますかここにね、何が書いてあるかと言いますと、私には竜に見えるんです。目が二つありますね、ほら。 わかりますかそして、まあ、線が入っています。これは竜ですね。楽しいですね。まあ、そういった、そういうふうに想像力を膨らませて、まあ、今日はこのビデオをお楽しみください。次に、ここを見てください。ここにいる動物は一体何かってことになるんですね。一応、まあ、常識的に考えれば、って言いますか、あまり深く考えなければ、これ、ただの馬ってことになるんですけども、馬とも違うんですよね。耳の形も違いますし、これは一体何ですかネズミみたいですね。口も違いますね。 まあ、私はこれ,これ、これが怪獣に見えるんです。頭おかしいですかね本当はこれ向かって右側の目もあるんですけどね。薄くあります。ここを見てください。これただの帽子だと思うでしょうじゃあ帽子じゃないんですね、これ。あ、はあ、目が釣り上がった怪獣です。ナマズのような怪獣ですね。長い髭が生えていて、そして口を開けて、わおーっと。ー下の顔そうなの仮面ですよ。これが怪獣です。楽しいでしょうまあそういうふうにこう考えてください。そして今度はここです。 ここにね、馬がいるんですけどね、上顎しか見えないんですよね。で、この部分だけを拡大してみますと、こういう感じなんですね。で、まあ見方によって色い々ろいろ見えるんですけどもね、この目があって、それでこの長い、こう、耳のような髭が生えてますね。で、その下に口があると。ええー、と、今度はここですけども、これはね、カタつむりみたいですけども、そうじゃなくて、これ目なんですね。というふうに考えますと、ここに怪獣がいます。ギャオ、ギャオ。 ねえ、目があって、そして、まあ、あの、むにゃむにゃっと、あの、ね、出てるのが、右に出てるのは手の、手みたいですね。さあ、今度はここなんです。ここ何かね、怪獣が、は、地面、地面を張っているようにも見えますね。なんでしょう。しかし、よく見ると下にこう、手らしきものが出てて、爪、爪のようなものも生えてますね。これは怪獣の手なんでしょうかまあ、これはまた面白い絵ですね。まあ、えー、見れば見るほど楽しい絵だと思います。 さあ、今度はここです。ここにね、ゲロゲロカエルがいるんですよ。ね、緑のところです。目があって、口があって、ゲロゲロゲロ。大きな怪獣ですね。そして地面をのし、のしと歩いています。さあ、今度はここですね。これちょっと見にくいんでね、あの、絵を。 ま、逆さまにするとよくわかるんですけどね。これで、これでもなんとなく顔にも見えますけどね。上の丸いのが目になってる。それを逆さまにしますと、今度は逆に、この目のところが口になるんですね。そして小さい目が2つある。大三将語の化け物です。ドシン、ドシン。さあ、今度はここです。このね、なんか上の方が伸びてるのは手みたいで、そして人間の首をぐーっと押さえてますね。怖いですね。苦しい、助けてくれ苦しい、助けてくれってね、下の人が言ってるみたいですよ。なんでしょうね、これは。 みたいですねそして今度はここなんですね。これがね、また面白いんですね。豚のまあ恐竜、豚恐竜なんもいませんけれども、これ豚恐竜みたいでしょう。で、そしてここに目があって、そしてまあ周りをいろいろとしてみますと、豚恐竜がのしんのしと歩いています。ね。<laughs> さあ今度はここですね。これがね、また面白い絵なんですよ。馬と怪獣が顔を くっつけていますけども、ここなんですね。これで目をですね、二つを一つ、まあ二つ、二頭いるということじゃなくて、一頭の二つの目と考えると、ほら、こうなるんですね。ライオンのようなライオンのようでないような口があってね、そこに真ん中に鼻があって、ということになるわけです。まあ、これは私の想像力、イマジネーションによる、まあ、ビデオというふうに考えてくだされば結構ですけども、意外と、 合ってるんじゃないでしょうか。で、結論ですけども。まあ、もう一度、uh, the battle of Angari。Angari の戦いの絵を見てください。そして、元年に戻しますから。今度は、そう、私が今述べたより、話して説明したような目で、この絵を見てくださると楽しいですね。で、こういうのを、えー、騙し絵と言います。ね。で、これは、あの、一見すると顔みたいだけども、それぞれ部分が違う。これもそうなんですね。えー、老人のように見えますけども、まあ、いろんな動物で描いてある。これもそうですね。まあ 何でしょうね。これもそうです。まあ、こういうのをね、騙し絵って言います。これもそうですね。これもそうなんですね。まあ、こうしただ騙し絵っていうのは、まあ、まあ、子供の、ね、子供でも大人でも楽しんでいいわけですけども、あるわけですね。これ分かりますかね。馬のようだけども、今度口、目のところを口見ると猫、ね、になるんです。これおじ、あのおばあさんにも見えるし、若い女の子にも見えます。 これはアヒルにも見えるし、ウサギにも見えるという騙し絵です。まあそういった目で見ますと、このダビンの書いたと言われているアンギャリの戦い、バトルオブザ、アンギャリの戦いもそういうふうに解釈できるということですね。まあ、あとは皆さんの想像力と判断力にお任せしますが、で、もう一話を戻しますね。これがまあ、あの、アンギャリの戦いで、それぞれの勇者の名前が4人5人と書いてありますけども、 私はそのようには見ません。また全く別の角度から見てるわけですね。まあ、こんな説は、隣のは世界でも私が初めてであり、私だけかと思います。皆さんはどちらの方を信じられるでしょうかあるいは、人生を楽しむためにはどちらの方がいいかっていうことも、いう問題にもなるわけですね。ということで、続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and b y e h e l l o This is Hiroshiyashi and Ransuke Japan.Da Vinci's The Battle of Angari.Flood of Mysteries.Mysteries after Mysteries.Da Vinci のアンギャリーの戦い。謎の洪水。謎、また謎。Da Vinci の絵はまさに謎の洪水です。この絵はランスケさんが届けてくださいました。 アンギアリの戦いです。で、これはですね、えー、元の絵が残ってなくて、弟子が、まあ、ダビジチの弟子がですね、ピューピューが書き残した絵だと言われています。で、この絵を、まあ、ランスケックさんから送っていただきましたので、えー、調べてみることにします。まず、ここの足ですね。で、一応、まあ、この人はですね、 まあ日本でいう鎧のようなものを着ているわけですけども、まあズボンでしょうかね。ところが筋肉のまあ形がそのまま外に出てきてるんですね。まあまるでボディーペインティングのようですね。そして今度はここなんですけど、これ馬ってことになってるんですけども、馬なんでしょうかね。ちょっと変わった馬ですね。 で、順に見ていきますと、だんだん謎が深まってくるんですけども、この髪の,中髪の毛というか、馬の毛の中にね、何かしら目のようなものがあるようにも見えます。まあ、順におかしいなと思うところを拾ってみ見ているわけですけども、まあ、これだけのね、鎧のようなものを着ながら、あーカブトのようなものを着ながら、みんな素足なんですね。どうして果たしなんでしょうということになるわけですね。 昔の人は裸足で戦争したんでしょうかで、ここもおかしいんですね。この顔を見てください。妙笛がありますね、この顔は。そうなんです。ダヴィンチの顔なんです。で、順にこう比較してみますとですね、耳の下のコブ、鼻の途中が腫れているところ、鋭い目、特に下、目の下側ですね。そしてコブコブとあって、その間にこう、なんていうか、あります。それから鼻が二つに割れている、顎が二つに割れている。 鍵花。目がやっぱりこうするという、この使い方がコンプセで、そして小さな小花。まあ、ダヴィンチのあの、いわゆる特徴みんな備えてますね。そして目の目尻に、まあ、コブのようなものがあると。これ、ダヴィンチじゃないでしょうか、皆さん。ねえ。ということが分かってきました。で、もう一人、まあ、ついでに調べてみますが、えー、ここにもう一人います。この人も調べてみます。この川なんですね。 まあ、日本の仁王様みたいな顔してますけども。で、やっぱり似てるというか、まあ、険しい顔してますけど、こぶがある。まあ、大きな口、鼻、あの、ダビンチは上まぶたが非常に細いですよね。それからあのこぶがある。上まぶた上あの唇がね、鼻が先が尖ってる。そしてこの、頬骨。頬骨が大きいのもダビンチの特徴です。で、暗号の下が二つに割れている。 細い眉毛ですね。本当に髪の毛があったんだろうかと思いますけどもね。そして鼻、先ほど言いましたね。途中が膨らんでいる鼻ですね。これもダヴィンチじゃないでしょうね、皆さん。ということになるわけですね。調べれば調べるおかしね、なんですね。じゃあこの人もどうなのか。ということなんですけども、この人はどうなんでしょうか。 ということになるわけですね。ダヴィンチという人はですね、生涯一枚しか肖像画を残さ,かな,残さなかったのは嘘なんて。全部ダヴィンチなんですね。そのことはこの続くビデオの中でもう一度説明しておきますから、一度皆さんじっくり見てください。で、上がダヴィンチですけども、比べてみますと、やっぱりみんな似てるんですね。鍵花。ねえ、顔全体がこう似て,似てるでしょあの、比べてみてください。で目の鋭さ。 真ん中の人はの鼻がちょっと鍵盤になってませんけどもね、髪の毛なんですよ、問題は。この髪の毛。これね、あの、ダヴィンチのあの、3D モデリングで作った絵の髪の毛と同じなんですね、上。見てください。上の髪の毛と下の髪の毛同じでしょということはこれ同じモデルを使っているんじゃないのかなと思いますね。それからもう一枚あの、ダヴィンチは 3D モデリングであの絵を落としてますけども、この髪の毛と、それから真ん中の下の髪の毛と比べてみてください。同じなんですね。ということは同じデータをこう、使い回してるってことがこれで分かってくるわけです。 はあ。まあ、そう言いますと、この絵も、うん、高度なね、私たちまだ人間持ってないようなグラフィックデザインのソフトを使って描いたように思われますね。そしてこの足なんですね。こんなところにダヴィンチはミスしてると思うんですけども、この足の、この人の足のね、側頭、ふくらはぎの下ですね、コブコブとありますね。人間にはこのコブはありませんからね。で、これ上はウェアミケランジョロの描いたです。あのー、 ダベンチの群像です。レプタリアンの群像ですね。で、この一番右の方にいる人の足と比べてみますと、ふくらはぎのところにボコッボコッと出てますね。やっぱりこれレプタリアンだってことですね。ということになりますと、これはレプ,ラリレプタリアンと人間との戦いってことになりますわね。右の方にいるのは人間で、左の方がレプタリアンということなんじゃないでしょうか。ということで考えてしまうんですよね。そしてこのヘルメットがまた奇妙なんですね。私、まあ、いろんなの、あの、 いうことを調べてきましたけど、このようなヘルメットを見たのは初めてなんですね。右のヘルメットもどうなんでしょうか右のヘルメットはなんかね、ありそうなヘルメットですけどもね。特に左の下のヘルメットは皆さん見た,見たことありますってことになるわけですね。まあ、問いかけて、まあ、大変申し訳ないんですけど。そしてこの馬と人間の大きさを比べてみてください。これはあの、右の方はですね、あの、まあ模型の箱からちょっと取ってきたんですけども、それはですね、あの、人間と馬のバランスを見てくださいね。 で、この馬と比べて、この乗ってる人間らしき人、まあ、人間でしょうけどね、一応、大きいですね。あの、比率というか、割合が全然こう人間ではないような気がします。馬の方がなんかね、小さく見えるような感じで、まるで、まあ、犬とは言いませんけども、人間が大きいですね。馬の頭と人間の頭と比べてみてください。これ、本当に大きな人ですね。ということになりますと、この人たちは本当に人間なのかということになりますね。 いわゆるそのバビロニアのレリーフに残っている神々の巣と同じような、ま、感じで描かれています。となるとこのバトルオブ・アンギャリの戦いというのはですね、どうも怪しいですね。そしてこの名前が書いてあるところを見るとこれらの人はこういう人たちであるなんて書いてありますけども、ま、私はクエッションマークつけていいんじゃないかと思いますけどもね。これ全部ダヴィンチですからね、皆さん。ということで、まあ、あのランスケさんから頂いたようちょっと精査してみました。ランスケさんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。あの、はい。 今度はお世話になりました。ということで続くビデオを楽しみ楽しみください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting which gives the paintings their unusual name. A version of the rocks. Yes, it is. It is very much unusual. 皆さん、こんにちは。今日は、岩屈の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。この絵も恐ろしいですが、 本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね。皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。で、イエスの体を見ますとあちこちで 皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服ではないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますかこれは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。 これは、まあ、こうした動物がいるわけですね。皮、まあ、を剥ぐと言いますかね。神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲということなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということを ダビンチはこうして証明しました。そして、えー、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。 なあち、この、ま、エンジェルって言われている、ま、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、ま、顔、顔に騙されちゃダメですよ。ま、要するにこれも、この、ま、なんて言ったらいいか、人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。ま、このようにダヴィンチは、ま、皮膚のめくれた、ま、人物をこうして描いて、ま、これらは人間ではないということを示したわけです。ま、これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。 ペロッと皮がめくれています。で、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、 この足のところを見ていただきたいです。ここはあの少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。中部からご覧ください。これはですね、核性手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。 まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。なわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は3本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛側に見えますね。足の指、後でもう一度出てきますけども、足のぶつけになるところに毛が生えているように見えます。3本指の毛の生えた、まあ、エンジェルってことになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。 私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は三本指の足を持っている。しかも右の方はどうも毛が,毛毛が生えているみたいですね。で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸とそして後ろの背景の岩を比較してみてください。中深く見てください。今日のポイントということになります。 で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ色温度っていうんですかね。同じように、全く同じように描いています。なあち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。なあち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあそういうことをダヴィンチは回し、まあ、 この絵の中で表現したわけですね。で、もう一度、ここ、重要ですから、今日のポイントですから、もう一度確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして、後ろの岩とマドンナの体、胸の、 色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわちマドンナの下半身は蛇、もしくは竜であることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあこれが原画ですね。それ少し色、 明るくしています。部分的には採工してません。全体に明るくしたということです。さらに、コントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そして、マドンナは、大事であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのもヘビに見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうして、まあダ、ダヴィンチの、まあ、いわゆる、 思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは、子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だってことですね。まあ、こうした絵は全まあ、全く珍しくないわけです。えー、マケ、ミケランジロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、まあ、アダムの最初の妻と言われてますね。 そして、まあ、これがカペラシスティーナに書かれている例です。で、ラミアとはどういう、まあ、魔女を叩くかと言いますと、子供を食べるラミア。まあ、もともとは、まあ、リビンの女王であったというけども、アダムの最初の妻、リリとのことである。リリとですよ。リリとのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジュの書いたラミアです。 そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は、新品が剥がれてます。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、なって言いますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ってことになるわけですね。 皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、あの人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実はダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指注意してくださいね。いわゆる魔女です。 悪魔中の悪魔ということになりますね。これはダビッチ自身が書いたと言われてます、受胎告知です。この受胎告知の袋の置物の下にマリアの足が隠し込まれて、隠し込まれて、隠し、隠し ままれていますこの赤赤い丸のところを見てください。授業団の下からペロッと三本指の爪のあるマリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリとの足を比べてみてください。すなわち、ダベンチはこういう形で、マ,マドンナはリリと魔女であることを示したわけです。ここでも同じ、まあ、コンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、ガブリエルと二人足して一人の魔女ということになります。1足す1は1の、まあ、 ダィンチ独特の手法ですね。そしてこれが右側ですね、システィーナ、礼拝堂の、えー、ビケちゃん、ビケランジョの解体ですけども、ここにやはり3本足の女性、これ女性じゃありません。男性が人が描かれています。赤い服を着てるから女性だなんて思っちゃいけませんよ。まあ、システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、3本指ですあ。3本足ですね。そして組み合わせ方によってはこれ、3通り考えられるんですけどもね。まあ、一応2通りこうで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が、 注意深くご覧ください。この足は骨がむき出しになっていて、折れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に描いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。なわちダビン、ミケランジョはですね、ダヴィンチの絵をもじって、こういう絵を描いたと思われます。 三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの絵もですね、これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、ミケランジュロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本悟志さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。 こういう形で、まあ、えー、ミケランジェロも隠し絵を仕込んだというわけです。まあ、こういうふうにして考えていますと、まあ、左と右がですね、同じコンセプトで描かれているということですね。そして衣服の色は全く同じですね。ややまあ、まあ、 なってますかあ色が焦てるっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そしてこの金色の服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕で,腕ではありませんね。そして胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェロミケランジェロの方法でダヴィンチを攻撃したわけですね。 まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。そして左はこれ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。 この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい、ごっつい体してますね。そして、やはり男です。この人も、一見女性に見えるかもしれませんね。優しい、綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーな礼拝堂の人物は、ほとんどと言います。全てがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。 で、もう一、岩窟の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジョの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあ、ちょっと角度が違いますから、比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後に、まあ、右のね、七字の礼拝堂。この人は、あの、あるものが見えませんので、まあ、 男と女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特のテマスカの特徴であるヒレが書き込んであります。これも林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジェラはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、 ダヴィンチの描いた岩屈の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることを、ま、証明してあげて。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、新品がめくれている。レプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、あの足の、あここですね。二重になってる。すなわち、えー、皮膚がめくれる。いわゆるその、 いわゆる、まあ、レプタリアンであるということを示したわけです。そして、この腰のン見てください。これ、あの、絵の柿き村かなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね、二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、あの、 いわゆるその岩屈の聖母のエンジェルがですね、男であり、えー、まあ、なんて言いますか、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを書いたわけですから、あの、 右もそのような同じ手法でですね。これあの、ロンドン版で見ますとちゃんとウロコが書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダ,ダヴィンチはこういう形で右のマドンナがヘビとダイジャと関係あることを示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。 まあ今日の2番目のポイントということになりますけれども、このエンジェルの、まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前の伸びすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけれども、エンジェルの手はですね、えー、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままではステーンと前の方へつのめってしまいます。 皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立っているんですよ。そして前かがみになっているんですよ。この姿勢では自分の体を刺されることできません。これは触れ数、軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。なあち、この姿勢では刺さることはできない。なあち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。なあち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。 1たす1は1ですね。受胎告知も1たす1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1たす1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用するあ、まあ、魔女中の魔女ですね。そして妻、つまりリリートのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ラミア、あ ミリリュウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語,英語にしたためにこうした違いが出たものと思,思われます。ラミアを並べ替えると、マリアになるということですね。なあち、まあラミアイコールマリア。実際にラミア,アのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあイエスの、まあ マリアンとなったわけですね。この岩窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、アンユージュアルって冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。岩窟の聖母。岩窟の聖母。これは岩窟に見えますか皆さん。これは岩窟ではありませんよ。これは水の中なんです。 まあ、この、ここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ、水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。中深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね、バジャバジャバジャっとこう水がですね、さだ波が立っているところを表現してあります。で、中深くつくところどころ水のね、こういうところ薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね、この、えー、 矢印の左の矢印のところに特に注意してください。この部分ですね。このように色温度を変えてみますと、この岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることが分かります。私が着色したわけでませんよ。色温度を上げただけですよ。そしてその証拠がもう一つあります。ここを見てください。 ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることが分かります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。 ご自身で判断してください。林浦市の思い過ごしたとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、えー、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、まあ、岩屈じゃなくて、 まあ私なら水中の聖母というふうに名を付けます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。bye for now.Hello, this is Hiroshiyashi h a m m a City Japan. Here in this video, I would like to talk about fingers of a lady called Madonna, painted by Leonardo. Madonna in the painting Madonna of the Young Winder appeared to have abnormally long fingers when compared with fingers of ours now. Though I know she is different from us Asians, still her fingers looks much longer. As I have pointed out many times in the past, she's not at least a human, and here is another evidence of it. ダヴィンチの描いた糸巻のマドンナです。この絵についてはすでに何度も精査してきました。今日はこのマドンナの指について調べ直してみます。暗い影に隠れ、よく見えませんが、明度を上げてみますと、そこに指が浮かび上がってきます。 長い指ということはこれだけでもわかりますが不自然にもっと言えば異様に長い指であることがわかります人間の指と比較してみますここに紹介する写真はその中でも特に長い指を持っている方のものと思われる指です長いですねあるいは中には人間の指はですね見方によってはこのようにも見えると考える人もいるかもしれませんえ実は私もそう思っていますが その範囲を超えて長く思われます。いかがでしょうかで、なぜダヴィンチはこのような長い指を描いたかですが、他にも同じような指を描いています。岩屈の聖母の中のマリアがそうです。この絵の中ではマリアの右手の人差し指はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。この指も長いです。 つまり、こういう形で、ダヴィンチはイエスがレプタリアンであることを示すと同時に、マリアも人間ではないことを示しています。わかりやすく言えば、神々、つまりエイリアンの指は長いということです。いくつかの例を順に挙げて考えてみます。今、皆さんにご覧いただいているのが、糸巻きのマドンナですね。まあ、この中で、このマリアの指がですね、まあ、見た感じわかりますが、異様に長いということです。 で、順に検証してみます。で、右下が人間の指です。長い指の型のものを選んでみました。まあ、この写真と比べてみてわかりますように、まあ、微妙なところだといえば微妙なところなんですね。ダヴィンチの描いた、まあ、マドンナがですね、まあ、そうは見えなくもないという感じのギリギリのところだと思います。しかし、まあ、見た感じですね。長いなという印象は拭えません。 で、こうして比較してみますと、ダヴィンチは正確にという,言,う言えって言いますかね、写真のように正確に、えー、人間の手を、えー、表現しているのがわかります。そのなってますかね、デコボコ感を,を比較してみてください。その上で、まあ、ダヴィンチはあえてこのような長い指を書いたということになります。まあ、これまあ、微妙なところですけどもね、まあ、皆さんの手と、まあ、比較してみてください。これがまあ、そのマドンナの 人差し指ということになるのでしょうかそして同じような指をですね、ダヴィンチは眼屈の聖母の中で書いています。それをこれから比較してみますが、えー、左がまあ糸巻きの聖母、右が眼屈の聖母ですね。で、ここに、まあまま、マリアのですね、右手が描かれています。まあ、この右手を見ていただきたんですけども、この人差し指も異様に長い。 てますかそういった印象を受けます。で、このマリアの指はですね、イエスの皮膚、神秘の下に持り込んでいます。まあ、それについては以前も既に精査しましたので、ここでは割愛しますけども、この、ここではですね、マリアの指に注意してください。まあ、つまりですね、こういう形で、 まあ、ダヴィンチはですね、イエスは人間ではなかった。つまり、つまり、まあ、脱皮する人間、すなわち、レプタリアンであることを示しました。そして、同時にマリアの指がですね、まあ、見た感じ、異様に長いっいます。私たちは日常的に持っている、まあ、感覚とは違って長いという印象を持つほどに長いということですね。 まあいかがでしょうかそれは私だけの印象かもしれませんけども、見た感じ長いなという印象を持ちます。それと同じような方法で、まあ、あの、いうか同じ長い指をですね、ダヴィンチは糸巻きの聖母の中で描いているということですね。まあご自身で比較してください。さらに、まあ長い指というのがあちこちにあるわけですね。これはあの、イエスの洗礼という絵ですけども、この絵の中に描かれている、まあ、ヨハネの指をちょっと見ていただきたいんですけども、やはり長い。 感じがしますね。下の衣とあの、まあ、重なってますから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、親指、親指の長さと比して、人差し指がまあ異様に長いと。ということになるわけですね。まあ、アジア人の指の長さとは違うということにはなるんでしょうけども、それにしても長いという印象を持ちます。まあ、このように比較しますと、やはりこう、まあ、ベロッキョとダヴィンチの書いた 絵の中のヨハネもやっぱり指が長いということですね。そして同時にですね、まあ世界のあちこちで、まあ洞窟の、まあ壁画が見つかっています。まあその中でも、まあ丸カで見つかっている。まあこれはあの、これはちょっとごめんなさいね。ちょっと場所をこ言います、言えませんけども、えー、っと、いろんなまあこういったそのヘッド壁画が見つかってるわけですけども、その中でも丸カ島で見つかったこの、 マルカで、ごめんなさい。マルカで見つかったこの指ですね。これは、まあ、手形なんですけども、この指を見ていただくとわかりますように、これは明らかに人間ではありませんね。そして、ミケランジェロもですね、同じような指を描いてるんですね。カペラシスティーナの天井画の中に、まあ、あの、神の絵ってことになる。神の手ってことなんですけども、神ってことなんですね。これ、カペラシスティーナ、エルシャダイということになるんですね。まあ、ミケランジェロ風に言えばですね。で、この、 この手の、まあ、傾きもおかしいんですけど、まあ、とにかくこの人差し指ですね。そう見ていただきたいんですけども、隠し絵という手法で指が異様に長いことを表現しています。まあ、これだけでも長いんですけどね、指の先がさらにずっと長く伸びてるってことですね。まあ、こうした形で、あの、まあ、ダヴィンチにしても、ミケランジョにしても、長い指の、まあ、神。 イコールエイリアンを書き込んでいたということですね。そしてあの、ジョ、あの、ボイド・ブッシュマンっていう方がですね、エリア51で働いていて、そして、まあ、あの、この方はですね、あの、 ロズウェルで墜落したね、エイリアンの回収作業に当たった方なんですけども、この方はですね、死の直前に、あの、暴露証言をしてるんですね。そしてこのビデオが死後に発表されたわけですけども、ボイド・ブッシュマンが、示しているこのエイリアンの写真ですね。彼が、あの、持っていた写真を暴露したんですけども、この中にまあ、映っているこのエイリアンの指も長いですね。人間の指よりも30%ほど長いというふうに、えー、ボイド・ブッシュマンは、 プシはそういうふうに、あの、説明しておられます。ということで考えていますとですね、まあ結論ということになるんですけども、もう一つその、糸巻きの成分を見ていただきたいんですけども、やっぱりどうも普通じゃないんですよね。で、こうしてみますと、このマリアのですね、左手が見えませんけども、ここを明るくしていまして、メ度ドを上げていますと、まあ指が浮かび上がってくるというわけです。そしてその指がですね、まあ見た感じ、皆さんの直感でいかがでしょうか長いなというふうに、 思,います思われませんでしょうか私はそう思いましたけどもね。そして、その長い指がですね、岩窟の聖母とつながり、そして、まあ、ミケランジョロの、まあ、神の手とつながり、そして、というふうにつながっていくわけです。で、まあ、この、これはあの、岩窟の聖母の、あの、イエスの手もそうですけども、写真のように、忠実に、あの、なんて言いますか、忠実というか、あの精、聖地に、まあ、描き込まれているということですね。 そして、こう、比較してみますと、やはり、こう、人間の指よりは長いという感じを私は持ちますが、いかがでしょうか。上が、あの、親指ですからね、右上が。そして、下が、人差し指ですからね。指っていうのはこういうものかなのか、っていうふうに、まあ、迷いますけどもね。で、まあ、ついでに、あの丸化経、丸かけ部丸かと、丸かけいのですね、あの、壁画の、あ ま、いわゆるその手形をちょっと見ていただきますけども、やはりこう人間の指ではないような印象を持つまでに、ほどまでに長い指ということで、ちょっとま、微妙なところですけどもね、ね、かわこい人間の指ではないというか、あの、という印象を持ちます。いかがでしょうか。ま、この辺が非常にま、微妙なところですけどもね、ま、あとは皆さん、私は長いというふうに判断しましたが、あの、いかがでしょうか。 ま、これ右はね、私の手なんですけども、私はよく指が長いって言われるんですけどもね、アジア人ですから、それでもね、あの、白人の指の長さ、手の長さは、ね、かないません。